1時間ほど雨宿りして、やっとこさこんな感じです。まあここまで晴れるともう雨は降らないと思います。ゆぱらぎで、ムサイの東側に、戻って最後の最終に行きたいと思います。あ、テムルテムル、バックバック。Oh, hey. Go back. Go back. Ada. Huh? Ada. 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 Back, 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 back. Oh, oh. Tidak ada. Nai. Nai yo. カメラの使い方がやっとわかりました。これ。何の問題もないんです。もうただひたすら回す。もう回しておけば、ノープロブレムということでね。もうこうなるとね、こんな景色、今の、だいぶ東側に来てるんですけど、もうクリプトは出ないですね。右はもうこんな感じで畑で、でこの辺がだいたいクリプトが出る出ないの感じの切れ目になると思います。もうちょっと行くとね、分かりやすくなると思うんですけどね。でちょっとね、雨が多かったんで、川がどれぐらい増水してるか気になるところです、もうこんな感じですね。もうこうなるとちょっともうさすがにクリプトは出ないっていうか、ね、でちょっとこっからからクリプトが出るような感じの、森になります。ちょっとねその違いが分かれば、いいんですが、まあ道路はこんな感じでちょっと濡れてるんで、ね、あんまりスピードは出さずにゆっくり行きたいと思います。ちょっとまだこの辺はね、木がねあんまり高くないんで、クリプト出ないんですけど、まあこんな感じでさっきよりはちょっと木の周りの高さが上がってきたのがわかると思います。
坂道を登るたびにこう木がどん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 こう高くなっていく感じがしてきます。サラワクでもだいたいこれぐらいの木の高さかもう少しあればクリプトがよく出てくるんですけど、ちょっとやっぱりこの辺の高さだとクリプトはちょっと難しいですね。ないという感じです。まあこんな感じで、ね、ちょっとだけですけどこういう泥になってて、もう全部こんなになっちゃうともう完全にもう前に進めないっていう感じなんで、でもガイドも行きたがらないっていう、そういうわけです。でね、ちょっとこうだんだんこういう感じで森が深くなってくるっていうか、濃くなってくるんで、こうなってくるともうクリプトね、出てくる条件が全て揃うわけで、こういう下り坂降りてその後にこう上りがあるっていう時には両脇に大体池っていうか川は必ずあるんで、そういうとこだとここら辺でしたら干し草とかタヌキモがね期待できるんで、一応ここは昨日採集して里芋かなんかが出たはずなんでね、こういう感じで池があります。8分過ぎてきたんで、YouTube だと、9分ぐらいが限度だったと思いますんで、この辺で一回ちょっと切りますね。では。